ゴレ伊賀美翔ら、私は今ですね、新今宮の、近くに、来ております。まあ、通天閣はね、この位置だとね、めちゃめちゃ綺麗にですね、写真撮れますからですね、ちょっとこの場所から、撮影しております。まあ、この近くに走っているものでね、一番なんか僕が好きなのはですね、阪海電車はですね、この恵比寿駅ありますというところですので、ちょっと恵比寿駅にね、ここから行ってみたいかなと思います。レッツゴー。今恵比寿近くのね、踏切のそばですね。ここの串焼き屋台ですね、まあ、ここは結構ね、いい店でしてですね、まあ、今日は行きませんけどですね、まあ、食べて飲んでもですね、まあ、3000円でまあちょこっとお釣りが来るかなみたいな、そんな感じでね、かなり安くて、でしかも美味しい、お店でございます。皆さんもね、ぜひどうぞ。今恵比寿駅の新しいですね、駅舎の前ですね、こちらにやってまいりましたと。の反対側ですね、線路のちょっと向こう側からちょっと撮影をしていますというところでね。で、まあ、駅を出たちょっと先のところで伏線になっているというところでですね、昔はここも伏線で、この先に恵比寿駅があったというところでね、ちょっと今交代した形で新駅舎ができているというところです。こちらが今ですね、今現在の恵比寿駅の入り口になります。ただですね、表に向かってちょっと看板が、ね、ちょっとないもんですからですね、ちょっと分かりにくいところ、分かってる人は分かってるみたいな、で、まあ、このような感じでですね、今ダイヤの方がですね、かなりちょっと削減されていてですね、昼間で言うとですね、1時間に2本からは3本ということで、まあ、概ね大体25分に1本ぐらいの、運行という形には、なっておりますがですね、30年ぐらい前まではですね、8分に1本の、運行だったのですね、かなり、本数があったというわけでございます。まあ、外国人の、ね、方にもね、ちょっと分かりやすいように、ね、こんな路線図もね、書かれていたりはしますけど、今ちょっと残念ながらですね、お客さん、外国からのお客さんはほとんどいないという、状況に、なってますというところで、まあ、運賃は全線均一で、まあ、230円と、いうことになってますね。この運賃が120円ということになっています。昔はですね、確かですね、初乗りが200円で、ですね、 今いるのがこの恵比寿町ですね。恵比寿町でこの住吉で、こちらの上松線と合流して、この阿鼻子道で、阿鼻子道までが大阪市内なんですね。で、この大和川駅、この停留所、この間、この大和川が今本当にありますから、ここから先が堺市になりますというところで、大阪市内の区間であれば200円で行けます。でも、まあ、市をまたいで堺市内まで乗りたい場合はですね、280円払ってくださいと、いうところになってですね、まあ、基本はですね、阪海電車の運賃は、その金額だそうです。で、まあ、今230円、ちょっと前までね210円だったんですけどですね、じゃあなぜですね、まあ、でもまあ均一運賃になっているというところなんですけど、まあ、なぜそうなっているのかっていうとですね、まあ、その230円、まあ、230円なんですけども、まあ、本来なら280円、まあ、欲しいところをですね、まあ、その差額をですね、この堺市が、ね、負担してるんですよっていうところで、まあ、なぜ堺市がそう負担を、しようと思ったのかっていうとですね、まあ、これ堺市の、まあ、この南北ですね、まあ、貫いてる路線になりますというところでですね、もうこの堺市の区間はですね、かなりちょっと赤字が激しくてですね、まあ、阪海としてその廃止も検討したと、何度も検討されているという区間ですね。まあ、JR 阪和線とも並走していますし、南海本線とも並走している区間というところなんですが、まあ、堺市はですね、今ですね、まあ、どうなっているのかちょっと分かりませんけどもですね、まあ、この阪海電車はこれ、まあ、このね、このトラムウェイっていうんですかね、まあ、LRT とも言いますけどもですね、まあ、これをちょっと活用したいというところ、あともう一つ考えているのがですね、まあ、堺市って、ね、東西の交通機関が、ね、まあ、ないんですよね。まあ、高野線はですね、まあ、天ヶ茶屋からですね、東の方に行ってですね、堺東とかですね、中本とかですね、まあ、堺市のまた中心区間、東の、ね、中心部に、まあ、乗り入れてはおりますと。
ただですね、例えば南海堺駅、ここもですね、あの堺市の西の中心になりますというところで、堺東はこの辺にあるとしたらですね、その東西の純粋な交通機関というのはバスしかないんですよね。これがちょっと、非常にやっぱ時間かかることもあるからですね、やっぱこの阪堺電車を利用してですね、東西の LRT 路線を作りたいというふうに考えている節もあるというところの中で、この路線を温存しておく必要があるというところで守ったというところです。実際堺市内の区間ですね、道路の真ん中にありますけどもですね、起動時期はね、かなりちょっと新しく整備されたりとかですね、ちょっと新しく生まれ変わっている部分もあったりとかですね、実際このね、新しいね、この車両もですね、堺トナムと言いましてですね、堺市が、お金を助成してですね、旧型車両と置き換えたというところですね。実際この堺トナムがデビューしたことによって、これはですね、上町線系となりますからですね、この南海の本線、この阪堺線、こちらの、系統には、乗り入れしませんというところで、この浜寺駅前からですね、天王寺駅前、この上町線と阪堺線の乗り入れ系統しか できておりませんけどもですね、実際その堺トラムがデビューしたことによってですね、このね、鉄道の、イメージというのはかなり上がりましたからですね、実際そのアーベノハルカスの開業効果とかもあってですね、特にこの大阪市区間とかですね、堺市区間もそうですけど、乗られるお客さんが増えたというふうに聞いてます。こちらプラットフォームになります。もう間もなく列車はやってくるんだろうとは思うんですけどもですね、ちょっと明かりが見えておりますね。あと3分4分ぐらいで多分列車はやってくるのだと思います。それでですね、今のことでさら地になっている区間ですね、こちらがですね、去年の2020年の1月31日まで、あった恵比寿町の駅の跡でございますというところですね。昔はですね、プラットフォームが3本まであってですね、南海キラノ線も含めてですね、かなりの本数がですね、この駅に乗り入れていたというわけでございます。でこの駐車場の今使っていないんですけど、このところもですね、引き上げ線がちょっとあったりとかしてですね、かなりですね、忙しい駅だったというふうに聞いてます。エビションの旧、ね、の駅舎に関してはですね、駅の先端のところにですね、乗務員の詰め所ですね、2階建てのね、古い詰め所があったんですよね。なかなか味のある感じだったんですけど、それに関しましてはですね、過去に何本かちょっと動画を上げておりますので、概要を貼っておきますんでね、またご覧いただければと思います。ということでね、列車やってまいりましたですね、恵比寿町、多分これは我孫子道行きになるんだと思います。阪堺線のね、この駅からですね、住吉までの区間というのはですね、かなり昔に比べてですね、目に見えて本数が減ってきたというところですね、もちろんこれ黒字系ではないというふうに思われますと、いう中でね、存続もちょっと危ないのかなというふうに思ってたんですがですね、恵比寿駅にね、新しくも建て替えるということで、もうこんな立派な、ね、駅舎になったと、今風のね、駅舎になったというところでございますからですね、今後もですね、またこの駅使っていくのではないかというふうに思います。その点に関してはちょっと嬉しいなというふうに思います。ただですね、昔の味のある駅舎、ね、本当に昭和ノスタルジックの駅舎ですね、この街の、ね、景色に、ね、非常にぴったりな駅舎が、ね、なくなってしまったのは非常に残念なのかなと。まだね、ちょっと入り口の部分だけはね、残ってますんでですね、それはまたご紹介したいのかなというふうに思ってます。でこの跡地に関してもですね、このやっぱその新世界のエリアになりますよね、通天閣ね、あそこにあります、ごめんなさい、ちょっとあれなんですけども、ところにございますからですね、新世界の観光開発のための何かを作りたいということで、一応親会社の南海は考えているようでございましてですね、何ができるのかちょっと聞いておりませんけどですね、何かね、その観光の、目玉になるようなものがね、もしか
ないのかなというふうに思ったりはしますけど、いうところでございますね。まあ、ちなみにですね、この阪海電車ですね、あの貸し切り電車もあのやってますんでね、ね、皆さんもね、まあ、ぜひちょっと今このコロナでね、ちょっとあのみんなで集まってってなかなか難しいと思うんですけどね、なんかやってみたらどうなのかなというところで、多分ね、この700休憩とかこの形式だったらですね、まあ、貸し切りで多分5万円ぐらいだったのかなっていうね、というふうに思いますね。アビコ道出発で、まあ、堺市と大阪市を往復してアビコ道に戻るみたいな、そんな運行になると思います。ただその貸し切り料がですね、確かね、あれですよ、あれなんですよ、昔の160型だったかな、昭和3年に建造されたあの旧型の吊り掛けの、車体ですね、まあ、車齢がもう90年ぐらいに、まあ、なってるやつですね。あれのですね、貸し切り料が若干ちょっと高かったような気がするんですけど、まあ、僕ね、どうせ貸し切りで乗るんだったらあれに乗りたいのかなと。あれだったらね、僕真夏でもね、喜んで乗りますよ。あの車両は確かね、半壊でね、4両ぐらいまだ残ってるんですよね。残ってるんですけどもですね、まあ、阪海電鉄として会社としてはですね、まあ、非常に愛着のある車両で、やっぱり人気のある車両ということですからですね、今のところですね、まあ、残ってる車両を廃車にするという話は聞いておりません。まあ、廃車にされてもちょっと困るのかなと。まあ、一時ですね、この700系とかですね、が、まあ、ね、昭和から平成にかけてですね、まあ、登場した時にですね、まあ、かなりの、ね、数ちょっと廃車されたんですけどもですね、まあ、その後は、まあ、廃車されずにまあ残っているというところですね。あと阪海はですね、大阪市電から、まあ、まあ、譲渡された車両ですね、それもですね、まだですね、まあ、冷房化されてですね、残っております。まあ、でもそれもね、こんな感じでラッピングされてるからですね、昔の阪海カラーの車両は1両も残ってないと思うんですけどね。でもそんな車両もあるというところでございますね。まあ、夕方のラッシュ時に、ね、まあ、結構乗ってるは乗ってるんですけど、まあ、にしてもちょっとね、のんびりしてるのかなって。で、隣の新今宮駅前はね、もうちょっと乗ってると思います。あれがね、吊り掛け車体、吊り掛け駆動だったらね、もっとテンション上がるんですけどね。あれはね、カルダン式のようですね。あ、ということです。で、まあ、通天閣はですね、今、この色がですね、真っ赤になっているというところで、確かね、今ちょっとコロナ禍ですからですね、まあ、コロナのその危険度に応じてなんか色をなんか緑とか青とか赤とかに変えるって言ってたような気がするから、まあ、多分まだ今危険度が一番マックスであると、いうことなのかなと思うんですけど、ちょっとその辺はド忘れしました。はい、ということですね、立正駅のですね、旧、入り口、に、やってまいりました。まだね、この阪海電車乗り場っていうの残ってるんですね。あ、これ嬉しいかも。まあ、でも阪海電車乗り場 100m ということになってますというね、本当ね、まあ、昔はですね、平野線も現役だった頃ですね、まあ、阪海線のね、浜寺方面、がね、たくさん走っていた頃ですね、はですね、朝のラッシュになったらですね、まあ、本当にたくさんの方がですね、ここを通っていたというところですね。今はね、このプレハブ倉庫がね、あるところ、ここはですね、改札はないけど、ホームの入り口になっていたところですね。まあ、去年の1月31日がですね、まあ、最終の日だったんですけど、最終の列車も私見送ったんですけどですね、で、まあ、ちょっと仮眠をしてですね、朝の一番電車もですね、見たんですけどですね、まあ、朝の段階でですね、まあ、もう金網が張ってあってですね、まあ、入れないようになっておりましたというところですね。おそらくね、ここは喫茶店があってですね、ここにもうちょっとね、ハンバーガー屋さんですか、
まあ、飲食店があって、まあ、このハンバーガー屋さんあるところは結構飲食店がなんかいろいろ、ま、前はなんかイタリアンバールとかでめっちゃおしゃれなとこだったんですけど、お店は結構ね、いろいろ変わるんですけど、コーヒーショップはですね、昔からありますよ、ね。というところで、まあ、飲食店が残ってるからですね、あのこの入り口だけちょっと残してるのかなというふうにちょっと思うんですけどですね。で、このコインロッカーもですね、あの昔からあって健在というかですね、まあ、1日1回100円ってめちゃくちゃ安くないですかみたいな、まあ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 感じなんですけどね。うん、まあまあ使ってる人も多分いるのかいないのか、ね、これ一応デジタル式にはなってますけどもですね。というところでございますね。まあまあ1回100円ってなんか今めちゃくちゃ安くないですか、まあ、というような感じがしますね。で、まあ両替機も設置はされてあるんだけども、今ちょっとまあコロナ禍ということで、まあ営業していないということですね。まあ、両替所の友達ねいますけどもですね、コロナ前はねなんかめちゃくちゃ儲かってたみたいですけどね。そうだから、街中にねこういう両替機を設置したりとかですね、あとはなんか南波の道頓堀の近くにですね、パチンコ屋の景品交換場ぐらいのちっちゃな、ね、まあ、建物で、まあ、ちょっと建ててですね、まあ、そこでやってたのがですね、本当に毎月の何百万もなんか粗利を出すみたいな、まあ、そんな感じだったらそうですけどですね、まあ、インバウンドがちょっとやっぱないというようなお店もきついなという限りでございます。ということですね。まあ、この駅ですね、まあ、昔のまんまですね、まあまあ残っていると、まあ、旧駅舎がね、まあ、このような形でですね、入り口だけちょっとまあ残っているというところなんですけどですね、まあ、いずれね、多分こうなんか何回か再開発をするというふうには聞いてますからですね、まあ、ここもちょっとなくなってしまうのかなと思うんですけどもですね、まあ、昔のですね、味のある恵比寿駅、関西電車のね、まあ、乗り場をね、がね、まあ、そのまま放出できるような、ところでございますからですね、まあ、残ってるうちにですね、まあ、なんか何とかね、で撮影しておきたいのかなというふうに思います。はい、以上で配信を終わります。ありがとうございました。